組合立高等学校は特別地方公共団体たる一部事務組合が設置する公立の高等学校。組合の教育委員会、県の教育委員会が管轄する。高等学校の設立を必要とする市町村が地方自治法に規定する一部事務組合である学校組合を結成することにより設立される。歴史的には 県立遺憾を前提に設立される予定通り、県立遺憾された学校、県立遺憾は前提としていなかったが、県立遺憾が合理的なため県立遺憾された学校、近年の市町村合併により組合を結成していた自治体が一つの自治体になったため市立高等学校、町立高等学校、村立高等学校への名称変更した学校。 その他少子化による統廃合などもありその数も減少傾向にある。2016年時点で全国に参考しかない。トネ商工、生徒源へ打開策寄宿舎設置、部活に長年指導者。朝日新聞、P 長官群麻純研版。ABCD 井上実のる。トネ商工、改革構想まとまる一学年5クラス以上に。朝日新聞、 ピーチョウカングンマゼンケ研番、ありがとうございます。